今でなければいつ。第10回夢ラジオです。今日は平成28年11月5日土曜日ですね。時刻は午後6時半過ぎです。秋も深まってきた今、午後6時半では外はもう真っ暗ですね。夜の帳が降りました。静かな週末のひととき、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？今日は土曜日なのでマーケットは開いていませんが、昨日の日経平均は1万7000円を割ってしまいました。前から言ってた1万7500円を突き抜けたら上離れですよなんて話はどこかに飛んでしまいましたね。1万7000円を割ってしまいました。その日経平均の後に開いたニューヨークのマーケット、ニューヨークダウンも1万8000ドルを下回りました。日米の株価は軟調です。円も急騰、105円、1ドル105円台だったのが103円前でさっと上がりましたね。これらすべてはアメリカ大統領選挙のについての思惑によるものです。アメリカ大統領選挙と経済の話についてはまた別な機会にお話ししましょう。で、夢ラジオ第10回、今日は高校紹介です。麻布学園、海城学園を取り上げましたね。女子校も話さないといけません。女子校の最初にお話しするのは市ヶ谷にある女子学院です。女子学院は東京の女子御三家、桜蔭、女子学院、双葉の一角ですね。女子学院だから JG と呼ばれたりもします。この放送でも JG と呼ぶことにしましょう。 JG は意外と思うかもしれませんが、日本で一番最初にできた女学校ですね。明治に入ってすぐの頃に作られました。当時外国人の居留区が東京でも横浜でも海沿いにあって、で、東京で作られたのが JG 女子学院です。もちろんキリスト教の宣教師が女子教育の必要性を説きながら作った学校で、築地にありました。その頃は今聖路加大学という看護で有名な大学がドーンと立ってますが、築地にその近くの公園みたいなところに女子学院発祥の地みたいな石碑があります。女子学院は最初あそこでスタートしたんですね。さて、 JG、 プロテスタントの学校で
宣教師が日本に入ってくるや否や作られた女学校です。それまで日本では教育は女子に必要ないと思われていたんですね。男子だけで十分だと。だから女学校が最初にできたこと、これは画期的なことです。この後やっぱり宣教師たちによってフェリス女学院とか、あるいは明治学院といったような大学が学校も作られてはいきますが、その講師となったのは JG でした。明治のうちに今の市街に移ります。そしてそれから連綿と今に至る伝統を作っているわけですね。 JR 市街駅から歩いていけるし、半蔵門駅からも歩いていけますね。半蔵門の方が近いかもしれません。私は田園都市線に乗りますから、田園都市線だと渋谷まで出て、そのまま乗ってれば永田町の後に半蔵門、 JG まではすぐです。そんな JG、 制服はあるようですが、見かける JG はいつも私服、自由な校風です。規則も緩いら、校則も緩いらしく、勉強したい子はしてもいいけれど、しなくても別に何にも言われない、そんな校風。男子校の麻布学園と感じがちょっぴり似てますね。都心にいきなりドーンとできた学校、グラウンドは狭く、あたりはビルばかり。外部からそんな JG に入ろうと思ったら、秋のマグノリア祭、在校生に頼めばチケット手配してくれます。ただマグノリア祭は行っても、展示や出し物に見るべきものありません。ただ校舎の屋上がスペース、広いスペースになっていて、マグノリア祭の時にはそこが出店の場所でしたが、普通の時は何もないスペースで、そこでご飯食べたりおしゃべりしてもいいようです。青い空、周りは都心のビル、でもそんな中にぽっかり浮かんだ空間、そこで何か一つのことをじっくり考えてみるというのもいいかもしれません。それこそ自由にしてくれるんだから、そんな子がいても誰も不思議に思わないでしょう。JG 東大合格者としては30人ぐらいをコンスタントに毎年出していて、ずっと応援が女子校ではトップ、2番目は JG ということでしたが、最近豊島が丘に抜かれてしまいました。とはいえそれは豊島が丘が頑張ったということであって、別に JG が怠けて3番になったわけではありません。しかも女子校の東大合格者ランキング何番だと、上がった下がったなんていうのはあまり意味ないことでもあります。勉強したい子にはそれこそ東大に行けるような雰囲気あるけれど、何かに没頭したいならばそれでも構わない、それで東大なんか別に行けなくても構わない、そんな雰囲気ですね。
これはいいことじゃないでしょうか。だから私が見かける J 人生も私服でちょっと変わってて、遠く見るような目の女子が多いですね。実際私が見る J 人生だけでなく、全体としても芸能の分野、作家の分野、あるいはアナウンサーの分野に多くの卒業生 JG は送り出しています。もちろん学者やあるいは企業で働く第一線の女子たちは言うまでもありません。この辺さすがですね。今年クラスには一人 JG 生、彼女もさっき言ったようなちょっと夢見る感じの JG 生の一人です。私の夢というタイトルで自由絵作文書かせたことがあります。字数は150字。すると JG 生、大きな家を買って小型ワニや鳥たちと暮らしたいという夢を書いてきました。やっぱりちょっと変わってますね。でもいいじゃないですか。決まりきった思考パターンは面白くない。自由な発想こそ J 人生の真骨頂です。今年の彼女にもこれからの受験頑張ってもらわないといけません。さて、そんな JG、 自由にしてもらったら自分を律しきれなくてダメだという女子にはあまり向いてないかもしれませんけれど、マイペースで学園生活を送りたい、そして将来はそれなりにいい大学も行きたい、東大も考えてもいいかな、そんな女子にはぴったり合う場所でしょう。日本には何々女子学院とか何々女子学園とかいろいろありますが、単に女子学院 JG、それはここが最初の女学校だからという特権的な名前でもありますね。さあ、今日の高校紹介、女子学院を取り上げました。 JG です。これから始まる土曜夜のひととき、実りある時間でありますように。最後までお付き合いいただきありがとうございました。夢ラジオ、松本誠一郎でした。さよなら。